ちょっとね、今日はスペシャルなんで、スペシャルというか、まあ、みんなでね、ベストアワードを決めようということなんですけど、ベストワードか。なんですけど、能登半島の地震あったじゃないですか。能登半島の地震。45日間、ね、石巻で、ボランティアをなさってた、プロボランティアラーがいるんですけど、はい。その人が、要は、まあ、1月1日に地震があって、そんな、なんだ、助けりゃいいんだろうみたいな、なんだって、俺は悪いもんかみたいな、わーわー言ってたんですけど、さすがに何日かして、配信者としてなんかみんなに言われちゃって、なんか自分も動かなくちゃいけないみたいなのがあったんですよ。で、そのね、その情報ソースがめっちゃウケるんで、ちょっとまとめたんで聞いてもらっていいですか？動画にしましたんで、もう長いんでよ、ちょっと面白かったんで、めっちゃ面白いんで、まずね、オープニングでこれドンと行こうと思うんですけど、高崎さんお疲れ様です。聞きます？聞きたいですか？皆さん。聞きたいですか？とりあえず KP です。お疲れ様です。今、ゆうやが来てて、平成ジャンプの高木ゆうや来てて、一緒にトレーニングしてました。うん。聞きたいですか？聞きたい。川崎さん、お疲れ様です。お久しぶりでございます。お疲れ様です。すいません。ご無沙汰してしまいまして。すいません。今日はスペシャルでやっていきますよ。お疲れ様です。聞きますか？聞きますか？要は、能登半島で地震が起きたとき、彼は、ある情報ソースを使って情報を集めました。しかも、能登半島はネットが使えないと、言ってましたけど、どうやって、じゃあそれを、やってたのかっていうのが見どころですね。戸谷さん、お疲れ様です。仕事をつきました、お疲れ様です。じゃあ、まずこちらを聞いてください。面白いですから、めっちゃ面白いですから。いきますよ。めっちゃ面白いから。ね。もうちょっと待った方がいいかな。めっちゃ面白いですよ、これ。ね。やべえ、俺も動かなくちゃと。でも、行きたくはないしな、どうしようって。あ、そうだ、行けないことにしようと。こうしようと。で、その日に俺行ってます。うん、次の日か。お正月の地震ひどいこと言ってましたね。はい。それをね、ちょっと皆さん、そっからやばいと思ったらしく、情報を集めたらしいです。じゃあ聞いてください。オープンチャットを調べてもらえばいっぱいあります。オープンチャットです。ちなみにオープンチャット。オープンチャットを調べてもらえばいっぱいあります。いっぱいある。いっぱいあるから、今日、なんですか、その。はい。で、昼間言った通り、やっぱりね、現地には、入れない。もうはっきりきっぱり言われました。で、まあ、事実、入れない、実際まだ入らないってことではないんですけども、まず、現地の人に聞いたら、場所にもよるんですけども、まだ道路が分断されてしまっている。で、また時間帯によって通れないところが多い。で、それによって交通渋滞ですとか、あとね、携帯電話もまだ普及してないところが多いそうです。電気がようやくついた。で、まだ停電している。電気がようやくついたとか、携帯電話が全然つながらない。ね、道路が分断されている。道路が通行止めになっている。通行止めじゃなくても、時間で規制が入っている。っていうような、ことがありまして、実際は、なかなか現地に入っては来れないそうです。入ってやっぱ来れない。まあ、やっぱりね、今すぐ行けっていうね、話、バンビさんからありましたけど、まあ、それは現実的じゃないですと。ただ、いろんなこう支援を求めてる声ってやっぱりそれは当然あるみたいですね。給水車もあちこちには来てるそうなんですけども、やっぱりね、情報の共有が向こうでもできてないんですよ。情報の共有ができてない。どういうことかというと、もうやっぱり情報が錯綜してしまってる。なんつったって、まあ、インターネットが今使えない状況下で、過ごされてる方も多いみたいなんですね。なんで、正確な情報が入ってこない。ね、正確な情報が入ってこないことも多いみたいです。はい。で、あとは、まあ、今、サンゴさんがおっしゃってることもそれに含まれるんですけども、支援といっても、皆さん、どのような支援を求めてるかって全然違うんですよね。全然違うんですよ。例えば、ある方は、やっぱり、お子さんのね、お子さんの、例えば、まあ、おむつ、ミルク、離乳食、そういったものがないから、できればそういったものが欲しいですとかね。あとは、ペット。ね、ペットが、要は、なんですかね、引き取り手を探してると。一応、保護をしてもらえるところがないだろうかとか。そういったものとか、いろんなものが足りない。いろんなものが。いろんなものが足りないんで、さっきね、サンゴさんが言ってるように、災害レベル。災害レベルによって全然違う。全然違うんですよね。で、今は、食料云々とか水が云々というよりも、まあ、総合して、大体皆さんの声を聞くと、やっぱり防寒
毛布ですとか、そういったものが必要だと。で、電気もなかなかまだ復旧してないところも多いんで、いわゆる、なんですか、バッテリーみたいなやつですか、ああいうね、ああいうものも足りないとか、懐中電灯、ろうそく、ね、まあ、これも、まあ、災害の、まあ、基本中の基本となるものなんですかね、やっぱりね、ラジオ、ね、ろうそく、ね、ラジオ、ろうそく、そういったものとかね、まあ、基本中の基本になるものが、まあ、足りないと。いうことなんですけども、いや、まあ、やっぱりね、僕らみたいな素人が、ね、救援物資を今集めて、で、能登半島に乗っ込むって言っても、多分ね、無理だと思います。で、乗っ込んだところで、じゃあ帰りどうするのって、どこでガソリン入れるのってなっちゃうと思うんです。これ前に、東日本大震災の時、大震災の時思い出してください。もう、被災地どころか、僕は東京、その時はもう東京出てたんですけども、もうどこもかしこも、東日本はガソリンがなかったはずなんですよね。ガソリンがなかった。ガソリンがなかったんですね。はい。で、だから、能登半島行ったところでね、で、おそらく、そこのどこまでの範囲かわからないですけど、ガソリンスタンドは多分無理だと思います、きっとね。うん。ロゴさん、私も調べました。なんていうんですかね、なんとかする、たます、なんですか、ごめんなさい。の実家に被災して帰った友達に来ました。今はいきなりボランティアを使用するには困るということで、そうだよね。救助などは自衛隊しかできない。ご気にしてください。うん、そうですね。その参加したコミュニティって、どの掲示板ですか、ゆるちゃおちゃ。参加してほしいので、参加してほしいので教えてほしい。あ、いろいろ入りましたよ。オープンチャットです。ちなみにオープンチャットを調べてもらえばいっぱいあります。いっぱいある。いっぱいあるから、今日なんですか、皆さんもしね、少しでもちょっと情報を共有したいという人は、LINE のオープンチャットに、ノートって言ったらいっぱいバーって出てくるんでね、震災とか言ったらバーって出てくるんで、そこからね、オープンチャットで、ね、出てくると思います。皆さんもしね、少しでもちょっと情報を共有したいという人は、LINE のオープンチャットに、のどって言ったらいっぱいバーって出てくるんでね、震災とか言ったらバーって出てくるんで、そこからね、オープンチャットでね、出てくると思います。今入りましたよ。オープンチャットです。ちなみにオープンチャット。オープンチャットを調べてもらえばいっぱいあります。いっぱいある。いっぱいあるから、なんですか、皆さんもしね、少しでもちょっと情報を共有したいという人は、LINE のオープンチャットに、のどって言ったらいっぱいバーって出てくるんでね、震災とか言ったらバーって出てくるんで、そこからね、オープンチャットで、ね、出てくると思います。はい。ということでね、こいつは、すごいでしょ。すごいでしょ。半端じゃないでしょ。LINE のオープンチャット、ね、で、情報収集とか言ってやばくないですか？で、入れないとか言ってましたけど、次の日、僕ら入ってます。次の日僕ら入ってます。こちらね。はい。道路当然ね、寸断してるとかありましたけど、はい。こちら見てもらうとわかります。みんな東京ですね、これ。なんでサイレン回すんだ？電気代も出てる。全然かかんない。はい。こんな感じでね、この人は入れないと言ってましたね。オープンチャット。LINE のオープンチャットで情報収集してたと。いうね、ちょっと、やばいよね、これ。やばくないですか、この人。もう本当に。